可変システムの、まあ、Gリーグの中での、まあ、先駆者というか、攻撃になった時に左サイドを少しぐるーんと回していくんですね。良さを引き出しながら相手チームを惑わせるというところがうまくできてたチームだったと思いますね。長所の部分だけを抽出して試合戦術を作れると。新企画始まりました。 J リーグ戦術談義。戦術談義とは、多様な戦術が生み出される現代サッカーにおいて、実際に J リーグで使われている戦術や各ポジションにおける動き方などを、さまざまな先生の視点から解説する番組。第1回目の講師は私、岩政大樹が務めさせていただきます。はい、今日は第1回目ではありますが、可変フォーメーションについてお話をしたいと思います。一般的には攻撃と守備のシステムが変わるということですね。なので攻撃の時には例えば4バックでも、守備の時には3バックに変わるとか、まあ、その逆もありますし、もしくは同じ4バックでも少し中盤と前線の形が変わるとか、そういうことでシステムを攻守において変えながら、まあ、それぞれの良さをチームの中で使っていくということが可変フォーメーションですかね。 J リーグもいくつかのチーム使ってますね。まあ、2021年シーズンでいくと、一番注目されたのが鳥栖ですかね。鳥栖もはっきりとした可変でしたし、特にシーズンの頭はそこに対応に苦慮した相手チームがたくさんいて、そこで鳥栖の良さを引き出しながら相手チームを惑わせるというところがうまくできてたチームだったと思いますね。21シーズンだけではなくて、ミシャ・ペトロビッチ監督はこの可変システムの、まあ、Gリーグの中での、まあ、先駆者というか、これを広げた監督さんでもありますよね。特に広島時代から3バックで守備を、まあ、3バックとか5バック気味で守備をしながら、攻撃の時に4バックに変わっていくという形を、さらに札幌に行ってからは、より使っているように見ますので、4バックに変えたところからもどんどん選手たちが入れ替わりながら、それでもバランスを保たせるというやり方をしているので、ここは非常に面白い監督さんでもありますので、ね、浦和のリカルド・ロドリス監督も、4バックスタートでありますけども、相手によっては少し3バック組になったり、あとは前線の形を、まあ、基本的には 4-4-2 の守備が多いんですけども、ちょっとそこから、選手のポジションを変えることによって1トップ2シャドウ気味になる時もありますし、ここはシステムで変えている、可変システムというのか、選手たちのタスクによってこれが変わっていっているというのかはちょっと微妙だったりしますけども、ただリカルド・ロドリス監督のチームも一つ可変ともいえる試合もあります。攻撃のところは、4バックの場合はスタートのポジションがセンターバック2枚しかいないんですよね。で、2枚しかいないので、ここに例えばボランチが下がったりとか、まあ、真ん中に下がってもいいんですけど、下がったりとか、あるいは可変システムのように3バック気味にサイドバックの片側が下がってきて、で右肩上がりになって中盤がこうなっていくとか言って、少し4バックスタートだと動きながらチームのバランスを攻撃はこう保っていくっていう形なんですけども、3バックっていうのは比較的最初からいい立ち位置に、まあ、いい立ち位置というか相手の中間に立つようなポジション、例えば三遊さんがまさにそうですけども、良い立ち位置と言われるようなところにまず立つシステムではあるので、ここから動きを加えた時にいなくなっちゃうってことが出てきます。4バックであれば、ここに例えば誰かがいなくなってもぐるぐるこう最初が2枚しかこう使わないので、いろいろ動きながらでもバランスを保てるんですけども、3バックになってしまったがためにスタートのポジションが決まる選手がいます。外張る選手が決まってます。ここボランチが決まってますとなると、動ける選手があんまりないんです。これをどう捉えるか、良いポジションに常に立つことはできるんだけども、動きがなくなるっていうのは3バックですね。で、4バックの場合はでも逆に言うと、動きながらその良い立ち位置をみんなが見つけながらサッカーをしなきゃいけないので、少しこうチームに落とし込むところも変わってくるというのが3バック4バックでありますね。早速サガン鳥栖のオフェンス面における可変フォーメーションを解説していこう。鳥栖もチームによって相手によって変わってくる時あるんですけども、一番多く採用してた21シーズンで採用してたのは、守備の時には、まあ、3バック、まあ、鳥栖はここをあまり下げないようにしようと言い方をしているので、3バック5バックというのは3バックという言い方だと思いますけども、まあ、いずれにしても3-5-2のような形で立つのが守備の形。そこから攻撃になった時に左サイドを少しぐるーんと回していくんですね。で、回していって回していって、こっち側が出てきて 4-4-2 みたいに変わっていきます。まあ、もう少し言うと 4-2-2-2 みたいな、こう少し縦関係のボックス型の 4-4-2 ですけど、このような形になることで少し左サイドが回っていくということをします。ここをだから、まあ、これは可変ですね。完全にシステムが変わっているので、
ですけども選手たちには多分この選手たちが、守備の時にインサイドハーフをしていた選手が特にセント選手が入ることが多いですけどもがボランチに少し参戦しに行って小山松選手なんかが内側に入っている左のサイドバックの選手が外に出てくるとでセントバックが出てきてフォーバックになっていくと この形から攻撃を展開していくというのが最も多いですね。ここはセンターバックですね。一番中央のセンターバックで今、セント選手下がりましたね。ここでフォーバックになりましたね。フォーバック中野選手が左に入りましたね。で小山選手が中央に入りましたで 4-2-2-2 というか立ち位置になって攻めていくと右サイドは基本的にそんなに動かないんですけども左がぐるぐる回ってポジションを取っていくとそのままの状態でこれがサイドバックの中野選手ですからね。ここに小山選手と先頭選手が後ろのボランチに2人並んでますよね。ここで 2-2 のブロックを作っているということなのでこれは完全にシステムが変わっているということになりますね。ここは守備から入りましたので今3バックになっていましたね。3バックの状態 で取った瞬間にすぐにここで中野選手が開き始めますよね。ここはやっぱり可変がしっかり浸透しているということですね。守備の時に3バックだったものから取った瞬間にすぐにこうシステムを変えていく形に、変えていくというか選手たちの個人個人で言えば中野選手は取ったら外に張る小山選手は取ったら中に入っていく先頭選手は下がってくるということのタスクの与え方だと思いますけどもそれによって全体で見るとシステムが変わってくるということですよね。ここにエドワルド選手ですからね。これでセンターバックに先頭選手とダブルボランチでビルドアップしながらで外に張っているのが守備の時には右のウイングバックだった選手と左のセンターバックだった選手なのでここでシステムが変わってますよね。ここは4バックになっているんですね。で中央に人を多分集めたいということの意図もありますし、チームの先頭選手とか小山松選手とか中野選手とかその辺のこうチームが抱える選手たちの個性を生かすための形ということですよね。で同時に守備のところの、デメリットも隠しながらというところを可変することによってメリットデメリットどちらも出させたいということですよね。デメリットは隠しながらかメリットを出させたいと。続いて北海道コンサドーレ札幌のオフェンス面における可変フォーメーションを解説していこう。守備の時は3バックと攻撃になった時には札幌の場合はここの福森選手が外に開いていってこちら側ぐるぐるするとで右側も結構ぐるぐるし始めてでどんどん出始めてボランチがここにもう一枚降りていくとでこんな形ですから前線としてはでこっち側がさらに、菅選手なんかが入って左のウイングバックが入ってくるとチャンディ選手が下がってビルドアップに参加するとかこっち側ぐるぐる回るのがすごく特徴的です。で加えて最近は見るシーズンなんかはこっち側も少し詰まってきたらもうどんどんぐるぐる回っていいよと多分言ってるんだと思いますけどもでどんどん選手たちが入れ替わりながらも全体は保たれているよねとでワントップ中心の形が保たれているよねっていう形で作っているので誰が入れ込んでもここにコンビネーションが生まれてでサイドを幅取って選手いますよっていうのを変わらずにできるのでだから守備の時の形からどんどん人が入れ替わってくるんで相手は混乱するかもしれませんけども札幌の選手たちは多分混乱してなくてっていうのがこの戦術の肝だと思いますね。なので、札幌はこの3バックの2人のセンターバックをより攻撃的な選手を使ってどんどん出ていくこっちがぐるぐる回る両サイドもぐるぐる回るそのと合わせてボランチも下がってくるでぐるぐる回るよぐるぐる回るよっていうような形で4バックは変わらないとでこれも同じように、菅野選手が入ってくることでプラスワンも加えることができますので3バックよりもキーパーが参加しやすいという形を作っているというのも大事ですかね。三社監督の場合おそらくそんなにこうシステムでどうこうって言ってるような気はしないんだと思うんですけども9番の金子選手かながこれ張ってるんですけど宮澤選手が出てくると多分中に入ってくるんだと思います。これそうですね入りますよね。このメカニズムでやってるんだと思います。で左もそう奥村選手上がると入りましたよね。菅選手がでチャラディップ選手かなが降りましたよね。でぐるぐる回るとすごく分かりやすいですけど分かりやすくても相手からすると対応が難しいんです。トスも同じですけどもやっぱりサイドの選手がぐるーんとこうオーバーラップする選手、内側に入る選手、降りる選手ってこうぐるぐる回すことで、ローテーションと言ったりしますけども、ローテーションさせて相手を混乱させて、相手がマークついてくれば、その背後ついていくというような形を作っているというのが多いですね、可変には。止まってる選手よりもやっぱり動いてる選手についていくのかついていかないのかって判断が相手は埋まりますので、これはもうスカウティングしてれば相手チーム分かってるわけですけども、それをやっぱり
タイミングと質で上回っていけば対応しづらくなるという形になるので、ここは、うん、ミシャ・ペトロビッチ監督の肝ですね。とここの場面ではもうすでに、攻撃になった時にもすぐに札幌はもうまず立ち位置をずらしていくんで、3バックだと選手がこの両サイドのセンターバック、インサイドバックの選手が開いていく、でボランチが降りていくという形です。この2枚1枚の形に変わっていくんですけど、で前線は少しこんな感じになったところから、もう一人のボランチもここも多分結構自由が与えられてて、どこに多分ボールをもらうために受けてもいいんですよ。ここはずっとここにポジション取りなさいってことはミシャ監督多分なくて、ここで例えば2枚が開けたところに3人目が降りていって、ここがぐるぐる回ったりすることもありますし、多分このバランスを保っていればいいんだと思います。で加えて前線から余った選手が降りてきたりして、でぐる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 ここも回していくんだよ、ミシャ監督。でこれがやっぱり相手からすると対応がしづらい、顔がどんどん変わっていくし、ポジションにも変わっていくんで、そこがこのチームの面白いところであり、小前選手かな、外に降りましたけど、ここで逆に降りてったボランチが少し出ていきましたよね。でもこの形は保たれてますよね。で外上がっているのが高橋とっているのが福森選手と、右が田中選手かな、でチャーナテップ選手降りましたよね。で菅選手が内側に入っている、ここをよく理解し、みんながやっぱりこの立ち位置を、人が変わってるんだけども、このメカニズムをみんな理解してるんで、誰がどこにいるかを把握できてると。本来はシステムをある程度固定して立ち位置取ってる方が、立ち位置誰がどこにいるかって分かりやすいので、それを見ながらボール配球していくっていうチームが多いんですけども、ミシャ監督の場合は動きながらでもそこに誰がどこにいるかを分かるように設計がされてる、だからみんな判断に迷わない、でも相手は迷っちゃうっていう、これがすごく面白くて、どのチームでもミシャ監督のサッカーが相手は対応しづらくなる。最後に浦和レッズのオフェンス面における可変フォーメーションを解説していこう。浦和は少し、札幌とか鳥栖と違って試合によってなんですよ。なのでここがちょっと難しいところがあるんですけども、相手によってはいろんなやり方をしていて、基本的には 4-4-2 の守備から攻撃の時に小泉選手とか江坂選手とかが降りていきながら、ちょっとこう、これは可変というよりも選手たちのへのタスクの役割の与え方ない気がするんですけど、でこれで外の選手が少し入ってきて、でこういうふうな形を取ってボランチが参戦すると、ここは試合によってまた相手によって変えるんですけど、こうボランチが降りてくるか真ん中に降りるか、で加えてプラスワン入ってくるという感じで、少しこう全体を見るとシステムが変わってるっていうような見え方になるんですけど、可変フォーメーションかっていうと、ベースが可変かっていうと、ベースは可変ではないような気がします。チームによっては例えば夏の頃の試合なんかでやってたのは、さらにこれに加えて江坂選手なんかがワントップやってると、最近もやってますかね、江坂選手ももう一人入ってきて、でここの辺で2トップ、ここの2センターバックと2人のボランチは少し形を変えながら、加えて中央の選手が降りてくる、で降りてくる形で相手を引きつけながら外の選手が斜めに入ってくる、空いた外のスペースはサイドバックが出てくるというようなメカニズムを作って、これを全体で見ると確かにシステムは結構変わってるんですけど、個人的には可変フォーメーションっていうよりも、選手たちへの役割の与え方で変わっていってる、システムが変わっているというよりも、それぞれの仕事をしていると変わっているという印象ですね。いずれにしても可変かどうかっていうのが大事っていうよりも、選手たちの例えばこのシーンでやれば江坂選手がボールを受けることが非常にうまい選手ですし、逆に外にはランニングしてゴール前で仕留めることが得意な選手たちを配置しているので、その選手たちをどう生かすかってことが明確だということです。それがシステムを変えることの方が明確になるんであれば変えますし、このようにタスクによってそれで十分賄えることであれば、もう別にシステムを変えることが本質ではないですし、高校どのように提示するかという中の一つに可変システムがあるということだと思いますね。フォーバックで全部攻守でともにやると難しい選手がいる、でチーム全体としても難しい、でも3バックでも難しい、でも攻撃の時には4バックに移行して守備の時に3バックにすることで、デメリットを隠しながら選手たちの個性を、個性のある選手の個性の部分だけ、長所の部分だけを抽出して試合戦術を作れるというところがポイントだと思います。実際できるんであればということで、特に鳥栖のように選手をたくさん取ってこれるわけじゃないチームに
からするとそういう工夫をすることでまた他のチームで活躍できなかった選手を取ってきてまた活躍させてでまた市場価値を高めさせるってことができてますのでここは一つの手法として面白いと思いますね。個性をこうどう組み込むかってすごく難しいです。やっぱり11人の個性なんでその組み込み方を明確にしてあげるということで救われる選手たち輝く選手たちを作るということがあると思います。これはつながりの不整合性です。つながりの整合性、誰かに何かをやらせることがその次の他の人の局面にどうつながるかということです。だからさっき言ったトスナと札幌のやり方なんかもそうですけども3バックからこの選手が上がっていきますよってことで他の選手はどうするんですかってことです。他の選手がもうつながりがあってつながりがあってつながりがあって全体像はバランス崩れてませんよってことが整っていれば何も問題はないです。ただ自分はこうしたいからこうするねっていうだけだとただスペース空くだけなんで、これをどのようにチーム全体でデザインができるかということでこれが整合性が取れていればできますけど、誰かの個人的な判断だけで勝手に動いてしまうとそれはデメリットになってしまうんで、そこのこうつながりの整合性って僕言うんですけど、誰かがやることが誰かに影響を与えてその他の選手にもどんどん影響を与えて、サッカーはやっぱり時間が途切れないのでその途切れない中でみんながどういうふうに役割の分担をすると全体として整ってますということができるかということです。これが重要だと思います。可変フォーメーションとはシステムを攻守によって変えながら良さを引き出すこと。可変フォーメーションのメリットは選手の長所の部分だけを抽出した戦術が作れること。可変フォーメーションで大事なことはつながりの整合性を持ってプレーすること。次回は可変フォーメーションのディフェンス面について映像を交えながらご紹介したいと思います。ありがとうございました。